元、英圧四元年十一月十三日は、中国東大の仏教家であり、法相宗を起こした。著述の辞書は、大長器、または元。聞きと通称されるが、記の字をつけない、元が正しい名前である。姓は,は、蝶知氏で、字は、行動、大字恩寺に重視とので、字恩大師と尊称される。慶長軍長安県の出身、父は、 当の左近後将軍の女王蘇州。17歳で出家し、現状三蔵に指示して、彼の分け場に列して中国語の点検をした。また、県警四年に訳した、正有意識論を注釈して、正有意識論述期、正有意識論症中数用を表し、有意識三十小釈中の語法の釈論を中心に、据えて、身体訳を中心とした、それまでの有意識説を批判し、 新有意識説を打ち立てた。竜祖元年の弁中編論、有意識二十論と、翌年の異ブ修林論、翌々年の境不足論の勘訳では、羊を務めた。また、五大山に夕方した経験があり、道信部との交際もあった。多くの著書を持ち、百本の書書、百本の論史と称された。その著書中の法恩義林明と、 声優意識論述期から法召集の衆議が形成され、元を衆祖とするに至った。そこから法召集を自ン衆とも称した。出帰するにあたって、死の現状に助食と主肉を立たないことを条件として要求し、そうとなってからは酒、女、そして教典を乗せる三つの車を引いたという、逸話から三者帽子というあだ名が付けられたという。しかし、 総合総電における現状と元との逸話は、学術的には信頼性に欠けるものとされ、この逸話を記載する総合総電自身も、元自らが、自助において語る来歴との祖互から、もし元が事実を述べているとするなら、誹謗中傷の説であると述べている。ありがとうございます。